みなさん、こんにちは。時事軍事です。千九百六十一年十月三十日の午前。ソ連の T. U. 九十五爆撃機。通称ロシアのクマが。ソビエト極北のコラ半島の飛行場を後にしました。この T. U. 九十五爆撃機。ロシアのクマは。当時、ソ連で最も進んだ。大陸間戦略爆撃機でした。 航続距離は1万 5000km 以上、積載量25トン、4機のターボプロップエンジンを搭載した巨大な抗体翼を持つ、当時のソ連の最新鋭大陸間戦略爆撃機で、主にモスクワでの核任務のために運用されました。この飛び立ったロシアの熊の胴体の下には、長さ8メートル、直径2.6メートル近く、重さ27トンの巨大な爆弾が搭載されていました。 そのあまりの大きさは通常の機体内部の弾薬庫には収まりきらないほどです。この爆弾は1945年8月に日本の広島と長崎を破壊した原子爆弾リトルボーイとファットマンによく似た外見をしていました。このソ連製の爆弾には AN602、RDS220、グジンカマットなど無数の名前が付けられていましたが、 最終的に定着したのは、ツーリボンバ、爆弾の工程という名前でした。第二次世界大戦終結後、イデオロギーの大きな相違から、米ソ関係は次第に冷え込み、凍結されるに至り、共産全体主義と西側民主主義という二大陣営による冷戦対決の局面が形成されました。世界唯一の核超大国であったアメリカに直面して、米ソの核軍備競争が、 急速に進むここととは必至のことでした。ソ連は1949年8月29日にアメリカの原爆計画への浸透工作によって収集した情報を利用してアメリカ側から JO1 と呼ばれた核装置による初の核実験を現在のカザフスタンの壁地の草原で実施しました。それから数年間、ソ連は核実験計画によって、 まるで檻から獣を放つかのように80余りもの核装置を次々と爆発させました1958年にはわずか1年で36発もの核爆弾を実験しています1961年8月には人類がこれまでに爆発させた爆弾の中で最大かつ最重量で最も強力なツァーリボンバーと呼ばれる2つの水素爆弾が導入され 核開発競争の狂気は頂点に達しました。ソ連の技術力で世界を震撼させたいという当時の最高指導者に聞いたフルシチョフの思いを受けたソ連の科学者の熱狂的な開発によって、念願の世界最強の核兵器が完成してしまったのです。この兵器は最大の航空機にも入らないほどの巨大な怪物であるばかりでなく、全てを破壊する究極の兵器です。 いわば目立たないように白く塗装されたクマであるこのツアーリボンバは目標であるソ連の北の国境バレンツ海に浮かぶ人口の少ない群島ノバヤ・ゼムリア上空に到達しましたパイロットのアンドレイ・トゥルノフツェフ少佐は試験場の上空の高度約1万メートルを飛行し小型の TU16 バジャーを改造した爆撃機が並走して爆発の様子を撮影したり 爆心地上空で空気のサンプルを採取したりしていました2機のパイロットに脱出機会を与えるためザーリボンバには重さ1トン近い巨大なパラシュートが装着されていましたこのパラシュートにより爆弾は所定の高度3940メートルまでゆっくりと下降した後爆発しますそれまでの間に2機の爆撃機は 起爆点から50キロメートルも離れたところにまで飛んでいきます。そこまで離れればパイロットが生き残ることができると考えられていましたが、それでも成功率は50%に過ぎませんでした。そして、ついに1961年10月30日モスクワ時間午前11時32分ザーリボンバ爆弾の工程が爆発しました。 君にして直径8キロメートルの巨大な火球が出来上がり、その閃光は1000キロメートル離れた場所からでも見ることができたといいます。爆発によって生じるキノコ雲は上空6。4km 世界最高峰エベレストの7倍に相当する高さにまで上昇し、キノコ雲の傘部分は 100km 近くまで広がり、遠くから見ても恐ろしい光景でした。 この爆発はノバヤ・ゼムリアに壊滅的な影響を与え爆発の中心部から55キロメートル離れた村ではすべての家屋が全壊しました何百マイルも離れたソ連国内の地区でも家屋の倒壊屋根の陥没窓やドアの破損などの被害がありました無線通信は1時間以上にわたって中断されました爆弾を投下したロシアのクマと呼ばれる TU95 爆撃機は 時速900キロメートル近いスピードで脱出し、10地点から45キロメートル離れた地点で爆弾は爆発しました。最終的にアンドレイ・ドゥルノフセス指揮官の爆撃機は生き残りましたが、この巨大な爆撃機も爆発の衝撃波を免れず、パイロットが操縦を再開するまで1000メートル以上落下しました。爆発を目撃したソ連のカメラマンは飛行機の下や 遠く離れた雲の層が強烈な閃光に照らされていた。ハッチの下には光の海が広がり、雲までもが光って透明になっていた。その時飛行機が通過した2枚の雲の隙間に巨大なオレンジ色のボールが現れた。このボールは木星のように大きく、おごり高ぶっているかのようだった。巨大なボールがゆっくりと静かに上に登って、 厚い雲の層を突き破ってずっと拡大していく。それは地球全体を飲み込んでいるかのような異常で幻想的で非現実的な体験だったと述べています。爆弾は信じられないほどのエネルギーを放出し、TNT 換算で約5700万トンに相当し、その威力は広島と長崎の原爆の約1500倍に相当し、第二次世界大戦で消費された、 すての軍の軍需品10倍に相当しますそしてセンサーは地球を3周する爆撃波を記録しました国際社会は英米だけでなく北欧の国々もこの歴史的な核爆発をいち早く非難しました唯一の救いは爆発地点が4000メートルの上空にあり地面に接触しなかったため壊滅的な核汚染が残らなかったことですソ連の物理学者アンドレイ・サハロフは こののの恐ろしししい装置の設計者の一人でしたた。が、後にに核兵器反対論を唱えて有名になりましたサハロフの研究は核分裂反応を利用してより強力な核融合反応を起こしそれによって核爆弾を爆発させるというものです彼はソ連が原子爆弾よりも強力な最初の水素爆弾を作るのを手伝ったのですアーリボンバは自国が無視できない国家であると 世界に知らしめるというソ連の目標を達成したかのように見えましたツアリボンバーは当初 TNT 換算で約100メガトン広島と長崎に投下された2つの原子爆弾の3000倍の威力を持つように設計されていましたその狂気じみた数字に科学者の中には大きすぎるのではないかと考え始めた人もいました 膨大な量の放射性粉塵が発生し、ソ連北部地区全体が丸ごと埋もれるほどです。そのため、ソ連自身もその試験には消極的で、威力が半分になったツアーリボンバが登場しましたが、それでもソ連の兵器メーカーに解決できない問題をもたらすことになりました。ツアーリボンバの巨大な体積は、当時のソ連のミサイルでは搭載できなかったのです。その重さは、 当時最大だったソ連の戦略爆撃機 TU-95 の最下重量を超えていたため空まで運ぶためには燃料の重量を減らさなければなりませんでしたしかし燃料が減ったことで航続距離が短くなり架空の目標地点まで運ぶことができないという問題もありましたさらにもし爆弾が予想通りの威力を持っていれば片道の任務しか遂行できず どちらにしても爆弾を投下した航空機は二度と戻ってこられません。最初から暴力を堅持するためだけに設計された兵器であり、非常に大きすぎたので攻撃対象だけにとどまらず、非常に大きな都市を破壊して、その中の罪のない命をすべて殺そうと思わなければ全く使えません。これ以降、事態は別の方向に進み始め、ミサイルの精度を高めたり、 複数の弾頭を使用したりするようになりました現在では長距離精密攻撃用の通常兵器や戦術核弾頭が主流となっています核爆弾の威力を見て核物理学者のサハロフは核兵器を放棄しましたサハロフが特に懸念していたのは放射能の問題特に将来の世代への遺伝的影響の可能性です結果はどうあれ この無謀で非常識な行動こそがサハロフが核爆弾の設計者から反体制派へと変貌するきっかけとなったことは確かでしたツアーリボンバの実験はそれまでの大気圏実験を合わせたものの20%を占める規模であり高い注目を集めたため1963年の大気圏実験の終了を加速させましたサハロフは自分が設計した爆弾がより大規模な核実験につながり 地球規模での放射能汚染を引き起こすことを懸念しました彼は1963年の部分的核実験禁止条約の熱烈な支持者となり核拡散をこわだかに批判しました彼はますます自国から排斥され政府の抑圧に反抗する反体制者となり1975年に人類の良心と呼ばれるノーベル平和賞を受賞しました